日田京一、日田京一、日田京一、1898年、明治31年9月24日から1986年、昭和61年1月9日は、野球指導者、プロ野球監督、ゴルファー、広島県広島市出身。1916年、慶応義塾普通部で、右翼手、県二番手投手として、第二回全国。 中東学校優勝野球大会出場。この年、腰本樹監督率いる慶応普通部は、関東能力のある三投手を要し、エース、首相の山口昇は、慶応義塾大学野球部の現役レギュラー選手で、大学リーグ、当時は3大学に出場もしていた。このため山口は温存しがやを守り、一回戦から、準決勝までの3試合をすべて新殿が先発。 大丈夫と見ると神殿を休ませ、リリーフでもう一人実独根結の河野元彦が投げ、相手が手強いと途中から山口が投げた。結局決勝だけ山口が先発完投して全国優勝した。文献によっては山口は野毛症や下痢で体調を崩していたとするものもある。近年東京勢は強いが、夏の選手権で次に、 東京勢が優勝するのは60年後の976年、オービリンとなる。翌1917年、第3回大会には、エース兼5番打者として出場。新太の成長もあって、各チームから極度に恐れられる優勝候補だったが、主戦保守の負傷欠場もあって、準々決勝で敗れた。慶応義塾大学進学するや、今や、講師両面の技量を買われて、 投手と保守、右翼手、中堅手を兼ねる名選手として大活躍。総形戦のない対象年代歴史的戦いと言われた年1回の一高戦で1919 19年6回決勝点となる三塁打を放ち、名投手内村博之、内村勘蔵の長男に完敗した前年の屈辱を晴らした。1920年来日したハーバートイチハンターらのいた、 コーストリーグを主体としたアメリの職業野球チームに日本の第一戦級投手はことごとく打ち込まれたが新殿のみが互角に渡り合い接戦を演じた。同年が秋、打率333を打ち首位打者。1921年3月13日には芝浦球場の球場開きとして行われた総慶戦復活の前哨戦、三田クラブ、東門クラブ戦で OB に混じり、慶応義塾の現役選手として出場、三田のエース兼不動の4番として、チームを勝利に導いた。この三田東門定期戦は、今の巨人対阪神戦以上の人気を集めたと、言われる。とりわけ慶応義塾と浅田のエースや強打者は、時代の長寿としてもてはやされた。1922年には、1910年の初来日以降、 総計相手に27戦無敗だったシカゴ大学を、神殿の高等で初めて破る。同年、初めて選抜チームとして来日した、大リーグ相手にもスピットボールを武器に検討した。慶応では、小野道丸後のエースとなり満州、朝鮮遠征中に、関東大震災があった1923年には、首相も、ムルトを、小野、森秀夫らと、慶応野,野球部の黄金時代を築いた。 首相時代には、格好の保守がいなかったため、自らマスクをかぶり、その年入部してきた、長井武雄、浜崎真嗣、長浜俊三ら、新人投手の育成に当たった。この時、それまでの針金マスクから初めて現在のような、星マスクを大学で使用したと言われる。1931年発行の、六大学野球全集では、多し再祭の慶応野球部にあって、 第15次首相の印字を帯びた、天才児、新田京一ほど器用な野球選手はいないだろう。彼こそはまさに球界の麒麟児、ケウの万能選手であったと評している。リーグ戦、通算53試合出場、189打数56、アンダー、打率、296。大学卒業後、ニューヨークの名門デザインスクールに留学。 この時初めてゴルフを行い、大学時代に覚えたビリヤードを現地のプロに教える代わりにゴルフを基本から習い研究した。またその後留学した英国で日本人として初めてセントアンドルーズでラウンドしたと言われている。帰国後、銀座七丁目の千代田生命近くにスポルディングの代理店でゴルフ用品店、新田商店を開店。 ボビー・ジョーンズモデルを日本で初めて販売するなど、博来クラブ販売のパイオニアとしても知られた。また、国産ゴルフボール製造の始まりに、これから有望なのは、野球ボールよりも、ルフボールという進化の助言があったという。1924年8月、大前野球団に食卓で入社。チームに加わり同年9月の満州遠征や1925年、腰。 本樹、小野道丸、森秀夫、渡辺大陸、内海博士、高須和夫らと共に、日本の実業団チームとして、初めて、アメリカ通り進むに参加した。39試合中、23試合に投手として登板、片原最多の18試合で4番を打った。1927年、都市対抗野球大会創設を受け石井純一らと、クラブチーム、東京クラブ。 全東京を結成。初期のエースとして、毎年都市対抗野球に出場。この頃は、緩球自在のカーブとシュートを武器とする、頭脳的投球を得意とした。ただ、腰本が1931年に書いた、私の野球、賛成堂という著書の中に、引く曲球の投げ方と、種類マイナスという項目があって、スピットボール、不正投球の一種を紹介した件に、 スピットボールは、現行野球規則のお手は禁止されて、周比、現在この球を投げる投手だけには、特別にこれを使用しても構わない特別許可例が出ているが、相場この球は、球界から影を没するに至るであろう。日本にお手は、旧、慶応の日田投手が、唯一のスピットイコールボール投手としてその威力を、発揮していたが、現在では、 東京の六大学リーグ戦でもこれを禁止していると書いている。スピットイコールボールを投げる場合は、自主と中指に十分大気をつけてと詳しく投げ方、なども書かれているが、腰本の記述からすると、スピットイコールボールは、日本球界では1920年代後半に禁止されたが、それまで投げていた神殿などには、その後も特別に投げることが許可されていたものらしい。 竹中半平町、背番号への愛着には、日本では最後であり唯一であったかもしれぬ、スピットイコールボール投手と記述されている。1928年の第2回都市対抗野球では3試合に、先発、チームを決勝に導く。決勝では後に、巨人で同僚のコーチとなる、大連実業団の谷口五郎、岩瀬五郎と投げ合い0から1で敗れ、準優勝投手となった。 この後チームに6大学の花形選手が続々入部。特に1931年、宮武三郎が入部したため第4回、第5回大会の史上初の2連覇時には出場はなかった。また、尾上菊五郎の草野球チームにも、スケットとして参加した。日本ゴルフ史にも登場するゴルフの名選手としても、知られ1931年、第24回日本アマチュアゴルフ選手権。 マッチプレーで優勝し、アマチュア日本一になった、中、日本のプロゴルフはまだ黎明期、プロはあまり歯が立たなかった。当時のゴルフ界は、ベテラン選手の舞台だったため、新しいエポックとして、注目の的となる。その後も、上位進出し1935年、第28回大会でも、準優勝、3回戦、神殿1アップ赤星史郎、決勝、 鍋島直弘十二12から11神殿。また戦後、佐賀県唐津市の唐津ゴルフクラブババヤコースに新しく建設された18ホールの設計も行っている。長年野球選手として鍛えた勘の鋭さと理論的な研究法は、この後、下半身先行のダウンスイングを理論的根拠とした、日タ理論、口述の提唱に至る。野球の動作について、 初めて本格的に研究した人物が神殿と言われる神殿の指導を受けた最初の野球選手が小鶴誠で、小鶴は1949年首位打者、1950年には161打点、143得点、376塁打という記録を打ち立てた。新太が元ゴルフ選手だったこともあり、小鶴の打法はゴルフスイングと呼ばれ当時の流行語になった。 他に、日田式打法、とも近代打法、とも言われ近藤結のは、これを合理的打法、として、この理論ほど完成された理論はないと評価している。反面、小鶴や、同様に、日田理論を取り入れた、三村伊佐も一時高成績を上げたが腰を痛め、選手寿命を縮めた。プロ野球が2リーグに分裂した1950年、小畜のキャンプに、臨時コーチとして招かれる。 小竹はこの年、水爆打線を要し、記録的な勝ち数でセントラルリーグ優勝を果たした。同年、女子プロ野球の指導も行う。この年、オフ、小西徳郎の辞任で、翌1951年、同チーム監督に就任。小西と新田は、野球時代、野球時代者、1948年から1949年、という雑誌の編集で知り合いだ。 理論派ではあったが、監督としては、不適格であったとされ、当主、大島信夫、打者、岩本義行を除いた、他の選手には背を向かれて、チームは、次第に弱体化し、同年4位。1952年は、投打とも振るわず、最下位に沈み、さらに勝率。288と3割を下回って、リーグの処罰、具体的な内容は決められていなかったの対象となった。 ことと、球団に出資していた、戦意勝者の田村区が、経営悪化で撤退したことから、1953年に、太陽と合併し球団は消滅した。完全試合の惜しいエピソードとして、有名な1952年6月15日、巨人の別所竹彦に9回西まで抑えられたが、当主の打順で、ピッチャーよりはマシジャロと、ブルペン保守の神崎康隆を代打に送り、 別所の夢を砕いた。1953年は合併した対応の2、軍監督を務めた。読売ジャイアンツが、初めて、コーチ制を採用した翌1954年、読売新聞、安田昌司副社長に招かれて、三宅大輔、ヘッドコーチと共に、巨人軍に軍コーチ就任。いずれも、水原茂監督より先輩で、水原がリーダーシップを取れるか懸念された。 一年間のみ、イースタンリーグ戦が行われた1955年には、二軍監督として、指揮を取る。ゴルフを通じて、親しくなった、当時の巨人球団代表品川市警は、神殿の野球理論の解明に心打たれた、と言われ1957年のオフの騒動、通称水原誤れ事件のきっかけとなり、川上哲次監督誕生を引き起こしたとされる。理論を平に解いて、 エネルギーの消耗を防ぐことこそ近代野球とする、タ理論には、品川、千葉茂が賛同、若い者は甘やかすと、ダメ。鍛錬また鍛錬だ。そこに名手が生まれるとする水原の考えには、藤本秀夫、内堀田保つらが同調して対立した。1959年まで巨人軍コーチを務め、1960年から1961年には、 近鉄のコーチを務めた。ヤクルトが初優勝した1978年には、広岡達郎の要請で、臨時コーチを務めた。ゴルフは晩年まで続けた。子供の頃から極端にひるきだった。後藤治は、どうしてもプロ野球選手になりたくて、雑誌で住所の分かった多くの理論家に、質問の手紙を送ったが、唯一返事をくれたのが神殿で、これが縁で、神殿が、 松竹監督に就任した1952年プロ入りした。後藤は、ニッタモン火星の春鋭として、プロ野球引退後ゴルファーとなり、ニッタ理論を取り入れ指導法を追求。自身ゴルフ選手としても体制できなかったが、指導者となって、ジャンボ・尾崎、中島恒之・恒ネ鈴木・トールらを指導したのは有名である。彼らのスイングの根幹を作ったのは、ニッタ理論である。後藤はシンを、 球戦と呼ぶべき人、理論の深さと鋭さは桁外れの日本一、ッ田理論の優秀さで洗礼されたものは他のプロ野球人の技術論がバカバカしいほどレベルが低く思えて付き合いきれなただ、そのスイング論を完全に実現してみせた実例イコール成功者がいない。その理論があまりにも時代に先行していたこと、野球。 ゴルフの二つの世界に足をかけていたがために、どちらからも部外者扱いを受ける羽目になり、不遇の晩年を余儀なくされた、日体理論が、徳川時代の隠れ、キリシタンのようにタブー視され始めたのは、神殿が、巨人コーチ時代に、水原監督、川上助監督と、技術論で喧嘩して敗退してからなどと話している。土屋広光も高校生の時、神殿に、 打撃フォームの連続写真などを郵送し、指導を仰いだという。太陽、横浜、ヤクルトスワローズ、読売ジャイアンツ、千葉ロッテマリーンズで、2013年現在、計33年間投資コーチを務める小谷、正和は、ニッタ理論を、私と非常に近い考え方と称賛し、心理論を著者の冒頭で紹介している。シンの自宅はかつては、熱海にあり、 安倍ジョージは、子供の頃、熱海に疎開し、たまたま、新田と同じ町内だったため、神殿に野球を教えてもらったという。これが縁で成人した安倍が、安藤組で、チンピラ県アマチュア野球チームにいたおり、安倍の母が、プロ野球選手になれたら、ヤクザをやめてもいいと言った息子の話を間に受け、足を洗ってほしいと日田から辿って、神殿の慶応野球部の後輩、ベッドを薫に、 安倍を紹介したことがあると話している。晩年の神殿は、横浜の古びた団地に住んでいたと言われる。著書に、最新道球術、西文道、1932年、野球の科学バッティング、谷一郎教授、岩波書店、1951年がある。神殿は、野球の動作について、初めて本格的に研究した人物と言われ、野球の科学は、野球を、 科学的に分析した最初の書物とも言われる。前述のように神殿の教え子に故障する選手が多く出たこともあり、野球界もゴルフ界も日田理論の正当な評価をしてこなかったが近年再評価をする声も出ている。ゴルフダイジェスト社が2000年発行したゴルフインタビューでももし、 ニッタさんの理論を日本のゴルフ界が謙虚に聞く耳を持っていたなら日本のゴルフ技術の水準はかなりレベルアップしていたに違いない。実に彼の20年前の持論が今日のアメリカの最先端を行く技術論と一致しているのだからこの姿勢の理論家がその計外のほどに正当な評価を得られなかったことはことであると述べられているこの本の神殿のインタビューニッタ理論は 以下の通り、抜粋。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。